はい、よろしくお願いします。イナチンでございます。というわけで、スペインドリルを生かそうシリーズですけれども、今回はですね、深さいきたいと思います。このスペインドリルをこうたくさんの数ね、こう前行ったり後ろ行ったり、しながら打つ中で、まあ、現地のコーチからはとにかくこう深く打ちなさいという感じで言われます。で、現地で、やるスペインですね、これクレーコートなので、やっぱりラリーが長く続いていく、その中で、やっぱりね、浅くて速いボールですね、これを打つとやっぱりね、欧米の選手って、日本の選手よりもパワーがあるんですよ、やっぱり。で、そのスペイン選手も、身長とかはそんなにないんだけど、やっぱり心ね、パワーがあるので、ボールが浅いとすぐこう決められてしまう、僕もね、経験しましたけど、やっぱ浅いボールがいくと、一発でエース取る、もしくは一発でいいところ打って返ってきたボールで決めるという感じの展開にこうすぐ持っていかれるんですね。ですから、できるだけこう決められないようにするために深く打つという意味合いがね、強いです。はい、そのあたりね、こうちょっと日本で深く打つってなると、なんかもうとりあえず的なところはね、ラリーをしよう的なところがあるんですけど、ヨーロッパとかだと、まあ、浅く打ったら決められちゃうというところのね、感覚があるので、よりこう深く深くみたいな感じでね、いきます。まあ、日本だと多分ちょっと浅く打ったぐらいじゃ一発で決められないと思うんですね。まあ、あの選手レベルになって、高いレベルになって、ってなるとあるかもしれないですけれども、そうではなく、っていう場合はね、まあ、ちょっとぐらい遅くてもいいんちゃうみたいなね、感じのところあるかもしれないですけれども、とにかくこう深く深く深くという感じで言われます。はい、これは意味合いとして、僕もね、大事にしなければいけないと思っていて、これをまあ日本でやる上で皆さんに、一番どういう能力をこう身につけてもらいたいかっていうところなんですけど、ボールを深く打とうとすることによって、奥行きの感覚っていうのがね、皆さんにこう身につくんですね。これがものすごく大事なんです。はい、やっぱり、テニスを始めて、まだ間もない方、それから今一生懸命頑張ってる方、ジュニアの子でこう毎日毎日頑張ってる人ね、いると思うんです。ただこの深いボールを打とうという練習を意識するだけで、あ、コートにはこうパッと見た目の右左とかね、あと高い低い、こういう平面の感覚ではなくて奥行きの感覚っていうのが必要なんだっていうのが分かると思います。はい、あ、これぐらいの力感で打てばあそこまで届くんだなというところですね。この感覚を身につけるために、やっぱりこう深く打つっていうことがね、ものすごくものすごく大事になります。で、スペインドリルの場合、打つ球数が多いですから、その中で、深く打つ深く打つ深く打つってこう意識することによって、あ、こういう風な感じで打ったらストーンとボールがね、垂れるっていうんですけど、スッと落ちてしまって浅くなるやんみたいな、そういうところの感覚もね、少しずつ、分かってきます。で、あ、こういう感じで、これぐらいのスピードでネットの上これぐらいを通せば、ああ、ベースラインの深いところまで行くやんっていう感覚もね、分かってきます。これはもうパワーがある人ない人とで変わってくるし、回転をどれぐらいかけるかというところでもね、変わってきますので、そのあたり、しっかり気をつけながら、奥行きの感覚ですね、ここがしっかりと、身につくように、イメージしてもらえると、いいんじゃないのかなという感じで思います。で、それからですね、ちょっと細かいところまで入っていくと、スペインドリルの場合、前行ったり後ろ行ったり先行ったら、さっき言ったようにすると思うんですよ。で、この後ろを行ってから深く飛ばすっていうのがね、またこれエネルギーをものすごく使います。はい、で、エネルギーを使いながら、打つんだけれども、球数が多いから疲れてきますよね。じゃあどうするかっていうと、皆さんこう無意識のうちに下半身の力をこうね、使わないともう飛ばせなくなるんですね。腕だけじゃ深く飛ばせなくなってくるので、しっかりと後ろに下がる、下がって下半身を使って打つ、この動作がうまくこう股関節を使ってグッとこう踏ん張る動作っていうのにね、つながってきます。はい、皆さんぜひ、ね、やってみてください。下がって下がって、自分の体重が後ろにかかりそうになった状態でそこから飛ばすという感じ、これがこうどれぐらい体に負荷がかかるか、それからこれをしっかり飛ばせるようになることによって、どれぐらい体が効率よく使えるようになった証かっていうところですね。ここのところを意識してできるといいと思います。それから前に入った時ですね、前に入った時は、まあ、叩くことがメインなので、それほど深く深くってこう言われなかったりもするんですけれども、この時もやっぱりボールがね、浅く入ってしまう人っていうのは体がこう前傾でこう倒れすぎる場合が多いですので、前に入って、まあ、しっかり叩いて、しかも深いところにできるだけ入れると、それはできるようになると今度アプローチで有利になりますので、やっぱりね、チャンスボール叩いたっつっても短く入ってしまうと、相手からのカウンターが来やすいですので、それもやっぱ叩いた、そして、
深いところに持っていくっていうところを意識するんだと、体のバランスですよね、前に突っ込みすぎっていうのも、治ってきますので、そのあたりも、スペインドリルの中でね、こう深くっていうところを意識すると、どん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 、改善されていくポイントになります。はい、ではここから、いつもと同じように一般の方、ジュニアの方、レディースの方、この辺気をつけましょうというところをね、言っていこうと思います。お時間ない方は説明欄のところに、タイムコードありますので、そこをクリックして、飛んでもらえたらなと思います。はい、でまず、一般の方向けですけれども、一般の方はですね、とにかくこの深く打つことによってスイングが良くなります。はい、この腕の使い方っていうのがね、良くなります。やっぱり、どちらかというとですね、今こうテレビでこう見てるスイングの人はね、こう早くこうガッとこうねじり込む感じのスイングが多いので、やっぱりこうちっちゃくちっちゃくなりがちなんですね。でよくこう、まあ、日本語の表現でこう上手いなと思う表現ですけど、こねるっていう表現があると思うんですけど、やっぱりね、こねやすいんですよ。今ラケットも軽くて良くなってるし、はい、でやっぱりボールをこう飛ばすためにはこねるっていうネガティブなイメージだとダメなんですね。腕のこういうねじりっていうのは、使ってほしいんですけれども、それがこねるってなるとやっぱこうちっちゃくなってるイメージがあると思うんですね。腕自体は前に伸びやかに出ていく、その中でねじりが入っていくというところですね。外旋内旋の動きを使っていくというところが、正しいスイングというか気持ちよくボールが飛ばせるスイングになります。この伸びやかに抜けていくところ、ここのところはやっぱり深いボールを打とうと、すればするほど、体っていうのはね、そのように反応してくれるようになります。はい、フォームから意識することも大事ですよ。力を抜いてこう伸ばして伸ばしてっていうのも大事なんですけど、深く持っていこう。それがさっき言った奥行きですよね。最後こんだけ奥まで飛んでいけみたいな感じでやると、結構ね伸びやかにこう出てきまして、イコールコーチとかがたまにね、肩甲骨がとか、肩甲骨なんですかみたいな感じだと思うんですけど、肩甲骨がギュンとねこう滑って引っ張っていく、みたいなね、そういうところ、肩甲骨の可動域も出ていくみたいなところにも役立ってきますので、とにかく、一般の方はねスイングが良くなります。スイングを良くしようと思って、そのあたり、深いボールを狙うっていうところをやってみるといいと思います。はい、それからジュニア選手ですけども、ジュニア選手に関しては自分のデフォルトのボール、ニュートラルボールですね、これを、鍛えるにはもうこの深さっていうところで、ね、とにかく意識してもらいたいなと思います。試合がじゃあ始まりました。サーブレシーブしました。はい、ボール飛んできました。1球ストローク打ちます。その1球ストローク打ちますがニュートラルボールやと思ってください。何も考えずに、とにかく、必死でリターンを返して、その次に打つボールですね、このボールが、何も考えずにしっかり打てて、しかも深いところまである程度のクオリティで飛んでいけば、いい試合ができるようになると思います。何も考えずに打ちました。それがもう浅く入ってしまいますだと、やっぱり試合戦うのはね、難しいです。そこで試合中に意識をしながら深く打つっていうのはね、なかなか難しいですよ。もう神経すり減ってくるし、やっぱりこう考えながらね、そうやって深くなんてこう、まあ、思うことは大事です。そういうこともありますケースとしては。ただ毎回ニュートラルに何も考えずに打つボールを深く深くって考えながらプレーすると、これはやっぱりエラーが増えてくると思うんですね。自分が何も考えずに打ったボールが結果として深く入っているというのが、やっぱり選手レベルで求められることになりますので、そのボールを作るためにもやっぱりコートに立ったら何も考えずに打っても深く飛ぶように毎回ね、これは練習の中では当然、意識をするといいと思いますよ。と試合の中で無意識にこう使えるようになってきますので、とにかくコートの中に入って、スペインドリルねやるときはもう深く深く深く、これもスペインドリル以外でもいいと思います。はい、そのコーチが、何か他の、ね、課題を与えてない限り、自然と、深く深くっていうところは心がけてね、やっていくといいと思います。もちろんわざと浅く入れるみたいな練習もありますので、そういう指令がねコーチから出てたらまた別ですよ。はい、これを取り組もうって言われた時は別ですけど、それ以外はね、もうとにかく深く深く深くです。はい、で、ラリーになって相手の実力が上がってくるとね、それでもボールが浅く入るようになるんです。押されて負けて、はい、なのでいけいかんと思ってこう深く深く深くってやっていってると、自分のベースのボール、ニュートラルのボールのレベルがどん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 上がっていきますので、ジュニアの方はそのあたりを気をつけながら深く、打ってもらえるといいかなと思います。
はい、最後にレディースの方ですけれども、レディースの方はこの深く打つことによって僕が今まで指導させていただいた中でどういう能力が上がるかっていうと、これはですね、ボールを持ち上げる能力が上がります。はい、ボールってね、意外と上げるの難しいんですよ。で、特に女子プレイヤーの方はこう男性のようにこうやっぱり腕力みたいなものが少ないっていうのが一つ、それからやっぱり女性の場合こうスピン系っていうのはフラット系の方が多いので、こう低くて速いボールっていうところにこう意識が行きやすいんですね。で、まあそれ自体は悪いことではないです。ダブルスでこうしっかりと、勢いがあるね、低くて速いボールでどんどんついていくっていうのはいいことなんですけれども、時としてやっぱり軌道を上げた方がいい場合もあるんですよね。その時に、練習しておかないと上がらないんですね。中途半端な上げ方になってしまって、全員に捕まるという感じのことがあります。はい、ただ単にこうクロスラリーをする時でも、まあ、勢いのあるボールで狭いところを通して押していくような、クロスラリーと、ちょっと押されたなとかね、ちょっと変化をつけたいなという時は少し軌道を上げる、ネットの2倍3倍上を通すことによって、まあ、相手を下げることもできるし、相手が好きなね、パン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 っていうペースを下げることもできる。はい、そのボールを使う時にやっぱ持ち上げることが必要なんですよ。はい、持ち上げると前衛にも触れない高さに持っていけますしね。はい、でその持ち上げる練習をどうやってしましょうってなった時に、こういう球出しスペインドリルをする時に、深くっていうところを意識できるとね、やっぱりこう上げないと、ボールを上げないと深くいかないと思うんですよ。低くて速いボールネットすれすれ通して深くところ飛ばすってかなりの、パワーと、それからあと体重移動のうまさと、やっぱ真ん中に当てる能力が必要になってくるので、毎回毎回っていうのは難しいと思うんですね。何球かに1球はできると思うんですけど、毎回毎回っていうのは難しい。そうなると軌道を上げるということが必要になってきて、軌道をね、自然に皆さんこう上げるようになってきます。はい、ここのところ、ものすごく上達しますので、レディースの方はですね、あ、これを練習して深く深く打つことによって軌道を上げることを覚えるんだという感じで練習をしてもらえるといいのかなと思います。はい、以上のような感じで、まあ、深くっていうのはね、当たり前のアドバイスだと思うんですけれども、それによって何が身につけばいいのかっていうところを落とし込んで練習をすると、もう一歩ね、技術レベルっていうのは上がってくると思います。とにかくね、奥行きの感覚っていうところは、まず一つ、感覚としてね、身につけてほしい、ところだし、身につくとものすごく、役立ちますので、あ、コートには平面上に見える右左前後ろだけじゃなくて奥行きがあるんだと。で、今これ言葉で聞いてるだけでは分かりにくいと思うので、コートに立ってもう一回奥行きという言葉ね、思い出してみてください。あ、なるほどなと思うと思います。意外と自分が思っているよりもピヨンとこう垂れてしまう、はい、そういうことにね、コートにボールを入れようと思うとそういうことになりがちですので、そうならないようにやっていくと、そうするとこうスイングも変わって、ボールの軌道も変わって、自分のニュートラルボール自体の、クオリティが変わっていくというところですね。最初はね、やっぱりこうちょっと球のスピード遅なったんちゃうみたいな感じで思われる方も多いんですけれども、まあ、それはしょうがないです。低くて速いボールよりは少し、体感遅く感じますけれども、相手の方が打ち返しにくい度合いですよね。打ち返しにくい度っていうのは上がると思います。はい、そういう感じで思って深く打つというところを気をつけると、スペインドリルね、より活かせると思いますので、ぜひコートで頑張ってみてください。